はい、皆さんお疲れ様です。ハロウィンだな。こっちはキリスト教徒が多いんで、キリスト教徒が多いからなの？あれキリスト教？あれケルト神話だっけ？なんだか忘れた。普通にハロウィンをみんなで祝うんですよ。で、街中にね、ハロウィンの飾りを臨時で売るお店っていうのがわーっと増えて、今日は夜になると子供たちがお菓子ちょうだいってこうなんか回るそうです。その警備に私は今日も行くんですけど、割とこう本格的にみんなやるのよ。で、このかぼちゃなんかはどこのスーパー行っても店々にドーッとこう並んでるわけね。で、こう切って遊ぶってのを普通にやって、で、これを切るための専用のナイフだとかね、こうほじくるやつとかそういうのも普通に売ってるわけ。はい、じゃあ行きましょう。あ、今回は証券者ね。証券者、問題作証券者。以前ですね、証券者のことをあれこれとですね、うちのウェブサイトに書いたらですね、随分と反発食らいまして、証券者の何が悪いみたいなね、悪い、はっきり言ってダメです。証券者はあんなもんはダメです。明白に性能が悪い、あとは維持管理も金がかかるし、だ今も私の意見は変わりません。証券者はダメです。車輪が小さいっていうことにメリットはゼロです。何にもない。なんだろう、私は証券者がダメ自転車って言ってて、それに対してカーッと来ちゃう人がいっぱいいるのは、好き嫌いといい悪いをごっちゃにするからそういうことになるのよ。私は証券者はダメ自転車だって言ってんのよ。で、それは今も昔も私はずっと言ってるし、今も私は考え方変わらないし、証券自転車がいい自転車だって言ってる人の言ってるところは何なのかっていうと、好きって言ってるんだよ。好きが嫌いかの好きって言っちゃってんだよ。あとは可愛いとかね、可愛いってのはそれ感情で言ってるんであって、感情じゃあね、感情はもう勝手にしないよ、どうにでも。ダメだぜ証券者ってのは、これ間違いなく言えるよ。証券者イコールダメ自転車です。で、ダメだけど好きなんだ俺は、それはその人の勝手だよ。で、それはそれでいいわけじゃん。例えば分かりやすいのは女だよね。俺ダメ女大好きなんだよ。いや、それはあんたの好きにすれば。で、それはあんたが一人で勝手にやれよってことなんだよ。俺ダメ女好きなんだけど、あいつブランド物買って全部金使っちゃうから、みんな金よこせよって言ったって、それはダメでしょ。だからダメ女の面倒は自分で見ようね。で、ダメ女と関わるんだったら、そのダメ女を抱えていられるだけの男にならなきゃいけないんだよ。だから証券者を乗り続けるんだったら、証券者を乗り続けられるような男にならなきゃいけないんだよ。で、ほとんどの人にそれはできないんだよ。できないから買っちゃ捨てるんだよ。買っちゃ捨てるをする人ってのは買い物が好きで買ってるだけなんで、で、女を捨てるのは厄介だったりとかするけど、自転車捨てるのが簡単なんで、ということね。で、たまたま証券者が好きで買ったばっかりの人が私の動画を見たりするとカーってくるんだよ、きっと。こんなに素敵なのにこいつ何言ってんのみたいなことになっちゃうんだろうけど、それは感情で言ってるだけなの。好きって言ってるんだよ。で、好きは勝手なんだよ。好きは勝手なんだけど、いいか悪いかっていうとダメなんだよ。ダメ自転車です、自転車は、証券者は。はい、次行きましょう。あえてこう一個だけ言うんだったら、最初のスタートの時の踏み出しが軽い、車輪の毛がちっちゃいんだから最初ビュッと出るんですよ。それぐらいかな。あとはね、何にもない、デメリットだけです。この時代、14年前話してる時代にマウンテンバイクのツーライナーってのはなかったのね。で、その後にツーライナーが出て車輪がでかくなったじゃん。で、でっかいことはいいことだになったので、今はだってツーライナーは普通にあるし、ここらのね、山走り行ってる人は、私ぐらいの体格ある人はみんなツーライナーです。 27.5 は使わない。 27.5 使ってる人もいるけれど、それ女性とか小柄な人ね。でっかいことはいいことだ。これは自転車では間違いなく言えることね。だから私ぐらいの体格があると、ロードバイクだって 800C とかさ、そんなんだっていいのかもしれない。ああ、でもそうするとペダルと干渉しちゃうかな。まあ私も検討した時はないんですけど、いずれにせよね、車輪がちっちゃいに
メリットなんて何にもないですよ。無理が来るだけね。もうろくなことがない、ろくなことがないし、危険だし、メリットゼロなんですよ。あえて言うんだったら、同じホイールベースだったら全長が短くなるんで、 TT バイクとかでは使えるかもしれない。今はルールズ上どうなんだろう。宇都宮で国際ロードやった時に、どっかのチームがチーム TT で小径車使ったんだよね。であれをやると、あの人と人との間がこう詰められるんで、あれは空力的に有利なのかもしれないですけどね。でも本当に有利だったらどのチームもみんな使っちゃうしね。で今あんまりそんな小径車でチーム TT やるの見ないじゃないですか。だからレギュレーションダメになったのかな。だからそういう使い方はあるけど、それ以外の使い方は全くないということになります。唯一小径車買うといいんじゃねえかっていう人は道楽したい人ね。道楽をね、皆さん勘違いしてんだけども、道楽ってのはね、楽って書くけど楽じゃないんですよ。金使って苦労させられてバカにされて、で挙句の果てにそれで出来上がったのが、あの性能の低い小径車。いやー、最高じゃないですか。これは最高の道楽ですね。これこそ道楽ですよ。だから道楽をしたいっていう旦那さんにとっては小径車はいいところですよ。あのね、とことん馬鹿げたことにとことんこう突っ込んでいく、ズブズブズブってこう入り込んでいくという快楽は、私はあっていいと思うんですよ。あっていいと思うんだけど、ほとんどの人はそんなことに夢中になれないんだよね。でなんで夢中になれないのかっていうと、本当は大して好きじゃないからだと思うよ。で私の周りでもどうしようもない女と付き合って、で結婚しちゃって、そのまますごい苦労しながら幸せな男ってのがいるのよでそれはその人で、その人はその人でそれでいいのよ。で相変わらず そいつの神さんはブー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 文句ばっかり言ってるらしい。だけどその私の知り合いの男は幸せらしいんだよね。よくわかんない、私には理解できないんだけど、そいつはそれで幸せなんだよ。でその男がその女を引き取ったことによって、その女だって居場所があるわけじゃん。で他の男だったら到底お断りだぜみたいなのなのに、その男にとってはその女でなきゃ嫌ってなってるんでね。だから2人の関係は幸せですでもこれはこれでいいじゃん、うん、いいじゃない。で小径車がどうしようもなく好きです、ひどい目に遭っててもそれでも小径車に行きますって言うんだったら、それはその人の勝手だよ。勝手だしさ、苦労することに何か生きてる実感みたいのを感じるのかもしれないよね。前も話したじゃん、今私カナダに来てて、カナダってのはなんか非常にこうことが理路整然と進む、理路整然と進むっていうかね、効率よく大人な社会が出来上がってるのよ。感情じゃなくて、こうやってこうやってこうやってやりゃ簡単に済むじゃん。あ、手続きはこうこうこうでやろうね。あ、こことここはもう省略しようよ。でここは IT 化ね。IT に適応できない人は友達に聞いてみたいなことで、とことんダメな人はその時は役所に来てもらうと、役所の人が手続き手伝ってもらうみたいな、あの理路整然としてるのよ。だから効率がいいもんだから、1日8時間労働みたいなことになってても、実際には5時間ぐらい働くと、あとはもうなんか周りとくっちゃべってたりとか、4時ぐらいになるともう片付け始めちゃったりとか、片付け始めて4時20分ぐらいにはもうコーヒー飲んでて、5時になったらもうさっと帰るみたいなことやってんだけど、であと仕事がなんかこうなんだろう、工事現場とか見ててもピシッとなってなくて、こうずれててももうそれっきりなんだよね。もうそれでいいよみたいな感じなのよ。あとはちょっと おがくず詰めて、こうつばでもつけとけよ、それでいいよ、帰ろうぜみたいな、ピアタイムみたいな、そんな感じなのよ。でそうやってやってるから、仕事に魂揺すぶられるような感動がきっとないんだよね。だもんだから、なんかイベントがあると大盛り上がりになるの。もうすごいよ、盛り上がり方が。で自転車のイベントも結構いっぱいあるのね。ここのスタンレーパークなんかを占領して、車道をこう封鎖してこうなんかやってんのよ。で終わる時だって、最後尾に自転車が幕をこう持って、もう一人が道路の反対側で幕持って、で後ろから来る車は通さないようにして、自分たちは好き勝手に走ってたりとかするんだよ。だから生きるという実感を、この人、ここの人たちは熱烈に求めてるような気がする。それは仕事が楽だからだと思うよ。仕事が言われたことを やって、それで簡単だし、楽だし、ちゃんとことが済むし、で周りからも文句言われないし、上からケチつけられたりとか、どこぞの知らない人がなんかクレーム入れてきたりとか、そんなことがないもんだから、
すんなり済んじゃうから、結局生きているという心地がしないだと思う。で、一方で日本のは日本であれダメだと思いますけどね、なんだかんだとケチばっかりつけてくる人がいっぱいいて、あと上司もブー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 文句言うし、なんだかなみたいなね、うん、だからそこのいい具合のところってのがどこなのかよく分かんないんだけど、で、承継者にこう夢中になっちゃうっていうのはやっぱり何かしたいんじゃないきっと何かビビッとくるものを感じたい、だからこそあの無謀なところに突っ込んでいっちゃうんじゃないのかな。で、それが本当に好きでのめり込んでいく、で、それで幸せだったら私はそれでいいと思うんですよ。でもほとんど全員と言っていいぐらいにみんな諦めちゃうよ。そんな根性ねえし、情熱もないし、何もないから買って時期に捨てて終わりなんだよ、承継者ってのは。で、売ってる側は売れちゃえばいいやと思ってるんで、いいとこ、あの魅力的な、こんな風に魅力的です、こんな風にいいですみたいなことしか言わない。ほら、見た目可愛いでしょとか、素敵でしょとか、今年の新色ですみたいなことやってるわけじゃん。それでなんとか売りつけちゃうじゃない。で、良くない点はで、それを繰り返してとにかく売りつけて、で、買った人は、まあ、数ヶ月すると触らなくなって、で、2、3年すると粗大ごみで持ってってもらうみたいなことを繰り返すんで、それは良くないんじゃないのって私は思うんですけど、だから買うんだったらデメリットも理解した上で購入すべきだと思うんですけどね。だ、旦那さんがやるべきことであって一般庶民がやるべきことじゃない。20代のサラリーマンでもね、フェラーリ乗ってる人いるけれど、まあそれは道楽ですよね。あんな入りもしないものに自分の可処分所得をほとんどつぎ込んじゃう。あのね、承継者を自分の思った通りに何かしようとすると非常に金がかかります。だからお金に余裕がない人がやるべきではないと思うのね。で、承継者をなんか変えましたと、もっといいんじゃない、もっと自分に合うんじゃないのっていう承継者を見つけたりすると値段が3倍とか4倍とかしたりするのよ。だからお金に余裕がないと結局フラストレーションたまるのね。だからお金のある人が好きにやったらいいと思います。で、あとね、サラリーマンなんかがボーナス入ってやっとことっこいで買うようなもんじゃないと思いますよ。その後ね、お金かかるからね。承継用のパーツとかそういう類ってのは全部高いですから、高いくせにあの性能悪いですからね。だからそのつもりでいないと。で、高い金払って買ってつけてみて走ってみたけどやっぱり気に入らないっていうのも、こういうのもよくあることなの。年がら年中この繰り返し、この繰り返しでもやっていけるかどうかなんですよ。だから好きでない限りやるべきではないと思う。それからこれ乗ってるとかっこいいかなと、かっこいいっていうふうに周りが見てくれるかっていうと、ないねない。それはあの承継者好き同士が集まればそれは楽しいのかもしれないけど、だからそういう人はそういう人たちのコミュニティに入るべきじゃないですかね。それで好きな人同士で楽しんだらいいんじゃないのかなって思うんですけど、だからとにかく余力がない人はやるべきではないと思いますよ。あとは社会的な立場のない人なんかもどうかなと思う。あの承継者は危険ですからね、何かあるとこう怪我するんで、そういう意味の意図も。で、怪我するっていうのはね、速度出すとあれは危ないですよ。ゆっくり走ってる分には構わないですよ。時速10キロ、15キロ、そのくらいで走ってる分には構わないと思うんですけど、30くらい出すともう危険ですね。だから企業の経営者とかね、そういう人たちがやるべきだ、あの趣味ではないと思いますけどもね。吸い込んだ後に何があるのか、何にもない。これこそ道楽でしょ。だからそれと同レベルと思ってないと。だから気軽なつもりで承継者買っちゃうと、何ヶ月かすると乗らなくなってそこらに落っこって終わりじゃないですかね。このね、14年ぐらい前っていうのはリーマンショックの後ぐらいじゃないのかな。そうするとリーマンショックの後ってね、スーパーカー安かったで、うちのお客さんであれ買った人がいるの、あのフェラーリのテスタロッサで、その当時めっちゃ安かったのよ。で、その人は500万円で買った、ほどほどのものを。で、どうすんのって聞いたら、いや俺これから田舎に転勤になったから、このテスタロッサ持ってって田舎で乗って、で5年ぐらい乗ったらチャイニーズに売り飛ばすって言ってたので、チャイニーズは赤が好きだからさ、テスタロッサってヘッドが赤いわけじゃん、チャイニーズに絶対売れるよって言ってて、まあ売ったかどうか知らないんだけど、なるほどなと思った。で、だって5年経ったって普通に乗ってる分には大して痛まないで、そのまま普通に維持管理やってると、まあまた維持に500万かかったとするじゃん、1000万円だとするじゃん。今テスタロッサで1000万円で買えるかったら全然買えないからね。その頃めっちゃ安かったの。で、この今私さ、サラリーマンが普通にテスタロッサの、あのテスタロッサじゃねえ、フェラーリ買って、だからこの時代できたのね。今できますか？できない。できないよね。旧車も新車もすっげえ値段上がっちゃって、この頃ってね、スーパーカーは入門クラスのスーパーカーが1000万円台だったのよ。今3000万円台ぐらいだよね。うん、一番安いのは2500万円とかそんな感じだから。
この14年前って多分ねポルシェの911が一番安いやつは1000万しなかったんじゃないかな、950万円ぐらいで買えたんじゃないかな。だから14年で常識すっごい変わったよね。さてさらに14年経つと世の中どうなってんだろうなまたびっくりだよな。この頃はね BD1 とかが流行ってた。 BD1 ってのは今なんつうんだっけ、バーディーって言うんだっけ。まあ今はそんな流行ってないですけど、ね、今日本で一番売れてるのなんだろう、プロンプトンかな、プロンプトン、ブロンプトンで、こっちはね自転車道がしっかりしてるんで小径車ともちゃんと走ってられる。自転車道をなんだインラインスケートとかキックボードとかそういうのも混在で走ってるのね。でああいうのって車輪小さいじゃない、キックボードってなんかちっちゃいのは車輪ちっちゃいのこんなんだし、ちょっと大きめのでもこんなもんしかないから、だから車輪めっちゃちっちゃいからこれでもちゃんと走ってられるわけよ。そういう道路があるわけ。あとはインラインスケートなんてそれこそ車輪こんなんじゃん、こういうのが4つぐらい並んでてっていう。でそのインラインスケートでこうやって走ってるおばあちゃんとかがいるんだよおばあちゃんが普通にインラインスケートでシャーッとか走ってるよ。この辺は日本じゃ見ないよな、日本じゃ決して見ない光景をこっちでは見られる。あとは同じくインラインスケートでアフリカ系の人がここにラジカセ担いでガンガン音楽鳴らしながらダーッとかしてたりとかするんだよ。でもここにラジカセやってるからこっち見れないよね、前とこっちしか見れなくて、こっちからなんか来たらどうするんだろうって思うんだけどさ。でもあの人のなんか全然気にせずダーッと走ってるよな、うん、なんだろうね。まあまあまあちょっと次行きましょう。あとは1箇所2箇所不具合が出て、それで修理費聞いてがっくり来て乗らなくなって終わり。まあそれがオチでしょうね。だから小径車ってのはそういうもんですよ。普通ロードのホイールだったらこんくらいあるのに、小径ってこんなんでしょ。こんなんで同じに走ろうとしたらね、余計にこう車輪回すんですよ。今時の缶組ホイールでよく言うでしょ、あの泡立て器でこう回してるのと一緒だからスポーク本数は少ない方がいいんだみたいな。余計に回すんだからいいわけないじゃないですか。で余計に回すんだからハブだってダメになりますよね、早くね。あとはタイヤの周長だって短いんだから、同じ距離走りゃねタイヤのすり減る速度だって早いんですよ。でそもそもタイヤなんか選べないし、選べても高いし、で安定性悪いし、何のメリットもない。でパーツも特殊なパーツつけなきゃいけなかったりするから修理も大変。あとはなんだろう、そのパーツの品質が悪いからもっといいものに変えようとしたって、うん、汎用品じゃないから代替がなかったりとかね、ニッチもサッチもいかないんですよ。どうにもなんない、やりようがない。うん、そうです、どうにもなんないですどうにもなんないし、私最もダメだなって思うのはポジションを出せないですね。私小径車を何度かの動画にしてるじゃないですか、ドッペルとかね。でドッペルの前後差し付き の、 あの折りたたみじゃないタイプのは、あれは私のにポジションをきちんと出してるんですけど、うちの工房とあと私のテクニックとあとは潤沢の予算が組み合わさってあれってできてるんですよ。そうでもなきゃあんなもんできない。ロードフライだったっけな、ドッペル110ロードフライかな、あれはポジションが出てないです私にはね、うん、出そうとしても出せない、やりようがない。でもしやったとするとステムを どうにかこうこうにかみたいな。でもねポジションを出したとしましょう、でポジション出すときに BB が基準で、サドル位置があって、それからステムがあってってなってくるんだよ。まあステムなりというかハンドルバーというかあのブラケットというか、とにかく手が来る位置があるわけじゃない。その3点を合わせなきゃいけないんだけど、もしその3点を合わせたときに前後の荷重バランスはどうなるのかっていうのも考えないといけないんですよ。普通ね自転車のバランスって前輪4後輪6ぐらいなのね。だけど無理にあの BB を基準にしてポジションを出すと、自分の体重に乗っけた時にだいたい小径車っていうのはスケルトンが普通のロードとかとは違うんで、後輪に7フロントに3ぐらいに行っちゃうのね。で前傾をグッと取ってやるとやっとあの64ぐらいまで来たりとかするんですけど、でも64にしたとしても今度はねホイールベースが短いんで急ブレーキかけると前転しちゃったりとかっていう、そういうのも考えておかなきゃいけない。だからあれも考えてこれも考えてそれも考えてってやっていかなきゃいけないんですけど、どんなにやっても結局うまくいかなかったりとかそのがっかりがまたたまらないんだよね、うん、あの映画であるじゃない、散々主人公たちが苦労して結局ダメでしたジエンドっていう映画があるじゃない、あの虚しい感じ。あの虚しいのはまあ、 あのそういう虚しい映画がずっと続いた時代っていうのはあったんですけど、あのそれでいいのかってことですよ。
だそのとことんやって虚しい、それでも俺は受け入れるという人だったらいいと思うよ、うん、次行こう。